どうも、ショピです。今回も動画をご覧いただきありがとうございます。はい、今日はですね、年末年始ということで2020年に持ち越したくないものっていうのを断捨離していこうと思います。そう、まあ、この髪の毛も断捨離したいんですけど、いい加減切りたいっていう感じがするんですけども、まあ、今日はそんな感じでやっていきたいと思います。とは言っても、今僕は同棲をしているんです。で、彼女はミニマリストではありません。で、僕のミニマリズムを押し付けるつもりもありません。なので、あくまでもその僕のそのスペース、僕が使っているスペースの断捨離点検をしていきたいと思います。まあ、細かい話にはなるんですけども、普段こう2人で使いながら、あ、これはもう手放していこうね、2020年には持ち越したくないねっていうものもありますので、そういったものはこの動画でシェアできるかなというふうに思います。うん、まあ自分のスペースだけでそんなないので、簡単な動画、断捨離動画になるとは思うんですけども、興味がある方は最後まで見てくれたら嬉しいです。それでは行きましょう。はい、それではまず僕の仕事スペースから見ていきたいと思います。こちらのパソコンなんですけども、 iPad Pro がこの iMac になりました。はい、で、1ヶ月前ぐらいに、1ヶ月半ぐらい前ですかね、iPad Pro を変えて、ものすごくいいですと、もう仕事道具になってます、メインの仕事マシンになってますっていうのをシェアさせてもらったんですけども、そう、すいません、あれから、まあもちろんなってはいたんですけども、ちょっと変えてしまいました。はい、っていうと、みたいな、またすぐゴロゴロ変えてもったいなさすぎるみたいな、いうのまあ思うと思うんですけど、まあ、全部自覚してます。そう、コロコロ変えすぎとかですね、国内で旅行してる時にパソコン持ってったりとかしたら、やっぱ結局仕事のことを考えちゃうんですよね。うん、なんかそれって良くないなと思って、やっぱ旅先だったり外に出たら、やっぱそこでしかできないことっていうのはあると思うので、そう、なのでパソコン作業はできるだけ家でやろうと思った時に、じゃあめちゃくちゃ生産性の高いものって考えてこれにしたんですよ。そう、ということで、またそれに詳しい話はまた別の動画でシェアさせてもらいたいんですけども、そう、本当にもう自分自身コロコロ買いすぎだということを自覚しています。なのでもう2020年はこれで、この環境でいきたいと思います。はい、で、また変えたらですね、もうそれ変えない、もう変えないです。もう本当これ自分自身との約束です。はい、もう2020年はもうこれでいきます。ということで、ちょっと話がそれてしまいましたけども、この上に不要なものだったり迷うものは特にありません。で、下に行くと、あ、やっぱ結構ごちゃごちゃしています。まあ、ここはある意味こうぶっ込みスペースみたいなところなので、全然まあごちゃごちゃしててもいいんですけども、ただここの中で2020年に持ち越したくないものっていうのをちょっとピックアップしていきたいと思います。まずこれはお財布とか貴重品が入っているやつなので、これは大事です。あ、でもなんか最近思ってる、また別の動画でシェアしようと思うんですけど、なんか財布がもういらなくなってるなっていう気がするんです。財布全然使ってないですもん。まあ、もちろんお金だったりお札が入ってきたら、それをこう大切にしまうための、まあ、保管用にはなるかなと思うんですけど、でも本当に最近全然お財布使ってないです。しかもこの中に現金もほとんど入ってません。で、これで12月11月過ごしてるんですけど、何不自由ないんですよね。なのでこのお財布ももしかしたら手放す時が来るかもしれないです。しかも比較的早いタイミングで来るかもしれないです。まあ、今はこれ、まあ、使ってるんで、まあ、いいんですけども、手放す時があったらまたメルカリに売ろうと思います。はい、でここなんですよね。よいしょ。このノート、これは、自分がその勉強したことだったり、こう教えてもらったことで、あ、それすごく勉強になるなって思ったことをこうやってまとめてるんですよね。続ければ形になるとかですね、まあ、当たり前のことが書いてあったりするんですけども、でもなんか自分が迷った時とかっていうのは、こういうノートを見て、あ、そうだよねとかっていうのをこう見るやつですね。まあ、それがこうやってノートがありまして、これは先日手紙を書いたんです。ちょっと直筆で手紙を書いたんですけども、それ以来ですね、これ使ってないです。で、これからも使うかもしれないんですけども、これは迷います。迷ったら捨て。で、これは今現在使っているメントレノートで、これもですね、この便箋も、まあ、手紙で書いてた、使ってたんですけど、これもメントレノートになりそうなので、はい、これも、取っておきます。で、これはですね、お金の財務管理のやつなので、レシートが貼ってあるやつなので、これも取っておきます。次にこちらの本たちですね、結構溜まっちゃいました。
こう普段 Kindle アプリを使って本を読んだりしています。でもその Kindle じゃなきゃダメっていうルールはなくて、別に Kindle じゃなくても自分が見たいと思ったものは買っているんです。でそんなことやってたらですね、結構溜まってしまったっていう感じですね。そう、特に最近はこのSDGs っていうものについてちょっと勉強してたりもしたので、そうで結局 SDGs の何か分かったかって言われたら、まあ分かったっちゃ分かったけど分かんないっちゃ分かんないみたいな。これは一回読んだだけでちょっとまだ理解はできていないので、これは取っておきます。で、YouTube のこう攻略に関しても、まあ、本質を書いてあるところもあるので、まあ、これももうちょっとですね、読み込みたいのでこれも取っておきます。でもこういう読み終わった本っていうのはできるだけこう、なんちゅう、エヴァノートとかにメモをしてスマホでこうサクサク読めるようにしたいので、そう、まあ、こういったのも、手放していこうかなというふうに思います。大事なのは本を読んで、それを読んだ内容をいかにアウトプットできるかだと思うので、そう、まあ、こういったものは、まあ、2、3回は読まないでどんどん手放していきます。はい、はい、じゃあこれらの本は手放していきます。で手放した後の本のスペースっていうのはこれだけすっきりしました。まあ、まだまだすっきりはしてないですけども、早く読んでこれらはデータ上に知識をアップして、これらものはどんどん手放していきたいと思います。で箱がですね、これだけ今ありまして、この統一感のなさがなんとなくノイズになっている気がするんです。この箱の中身はぶっ込みスペースになってまして、こういうちっちゃい箱だったりアクセサリーっていうのが入ってます。あ、でこれ何かっていうとですね、こちらのですね、ロードのワイヤレスピンマイクっていうのがあります。でこれ用のウィンドジャマーなんです。このマイクも現在進行形で使っていて、これもあんまり普段は使ってないんですけども、でも旅行に行ったりとかするときにこれが活躍してくれるので、はい、これも取っておきます。でこの中にはマイクとパソコンをつなげるケーブルだったり、パソコンとカメラをつなげる、HDMI ケーブルなんかも入っています。でなのでこれも使います。でこれには外付け画数っていうのが入っているので、これも使ってます。でこれがですね、今撮影しているカメラに取り付ける ND フィルター、サングラスみたいな役割をするものがあるんですけど、あんまりですね、これ正直、まあ、安く買ってみ、試しに使ってみてるんですけども、今撮影しているカメラの性能が良すぎて、あんまり使わなくなってしまいました。この ND フィルターがなきゃダメっていうシーンはありませんでした。そう、なのでこれから使うか、これももったいないですけど、迷ったら捨て。でまあ、これは仕事道具なのでこのまま OK です。でこちらのぶっ込みスペースが相当汚いんですけども、まずですね、これが缶がありまして、缶の中身はこういうメガネを拭いたり、あとパソコンの画面を拭くクリーニング、なんでしょう、ウォッシュみたいな、こういうのが入ってます。でもこんなでかいスペースにこれしか入ってないのはちょっといらないですよね。ちょっと邪魔だと思います。であとこっちのスペースを出してみると、この袋に入ってるものを全部出してみたんですけども、なんか細かいものがありますね。これとかも使ってないんで、これは手放していきます。でこれもカメラストラップ用のピークデザインさんのやつなんですけど、そう、今カメラはここに取り付けるのでストラップっていうものも使わなくなったんです。なのでこれらもですね、もう使わなくなりましたので手放していきます。はい、で先ほどのワイヤレスマイクがあって、でこの DJI のマイクもあるので、これも使います。あとこれは旅行用で使っているサングラスなんですけども、なんかサングラス以外にも使えたらいいなということで、この中身の部分だけをこう透明に伊達眼鏡でいいので変えられないかなということで今探しています。なのであんまりこう普段使っていないんですけども、2020年はもっとこの中身を透明にして普段使いもできるようにしたいと思います。でこれがベトナムでいただいたパックですね、顔のパックです。でこれはちゃんと使っているので、これも、はい、置いときます。っていうとやっぱ結構使ってるんですよね。でもなんかいちいち統一感がないですよね。袋はこう分かれていたり、あとケーブルもこう黒とピンクと白みたいななってたりするので、そう、統一感ですね、僕のテーマは。じゃあまあとりあえず使うやつは入れていきましょう。なんか意外とすっきりまとめることができました。ではみ出したものっていうのはここにありますので、これらは手放していきます。はい、よいしょ。はい、
これでちょっとすっきりしたかなと思います。でこちらにあるのがですね箱ですね、はい、箱たち、はい、こっちはないんですけども、ここの中に、袋の中にも全部箱をまとめてるっていう感じです。例えばそうこういったカメラ用の箱っていうのがあるんですけども、これはまあもしもカメラを売却するってなった時にこの箱があるとないとじゃ全然価格が変わってきますので、 その時のためにこの箱元箱は取っておいてるっていう感じです。そう全然使わないですし、まあ、一見無駄に思えるんですけども、そうこういうのは大切に取っておいてます。ただ重ねて置いとくだけでは見栄えが悪いということで、こういうカバーをかけてしまってあります。まあ、これでも見栄えがいいかって言われたらわかんないですけども、はい、これしています。なので、まあ、ここは全部必要なもので残りましたので、はい、これで OK です。で、あとは箱を統一させたりとか、あとは本の部分を早く読んで、なるべくこうメモをエバートンドに残すようにするっていうことをやって、ここはもっとスッキリさせていきたいと思います。はい、これで書斎スペースは以上です。で続きまして自分の洋服を点検していきたいと思います。で今僕が使っている洋服たちっていうのがこれです。これは春夏秋冬全部の洋服がここにかかっています。下着なんかはかかってないんですけども、とりあえず上は全部ここにかけてます。で洋服に関しては必要か不要かもそうですけども、ワクワクするかしないかっていう基準でも選んでいいと思うんです。もう全部サイズぴったりで、もう着るたびにおいいねってなるので、そうこれは取っておきます。でこの中には自分のズボンだったり夏服春服用のもうちょっと上着とかが入ってます。であと彼女のスポーツウェアがなぜかここに入ってますけども、うん、これも全部使っていますし来年も使う予定なので OK しまっておきます。でこちらにはですね下着だったりパジャマだったり私服で使っていたものが古くなってボロッとしたので、そのパジャマにお下がりしたみたいなそういうのが入ってますけども、そうここですよね。やっぱ下着肌着は消耗が激しいですよねということで、この長い靴下なんかは去年の秋ぐらいから履いてました。そう、まあ、破けてはないですけども結構もうみっともなくなってしまったので、これは手放していきます。もう100回以上これも履き潰したので。でこれに関しても結構ヨレヨレになってしまったので、まあ、2020年に持ち越さなくていいかなという感じですね。はい、こちらも手放していきます。そうだ、あとは自分のスペースとして靴を保管しているスペースがあります。でそれがこちらなんですけども、今全部使っているのでここも OK です。これは確定申告用のその何でしょう、会計データというかそういう帳簿みたいなのが入っています。でここも入ってます。でここがですね、まあ、2人で使っているスペースではあるんですけども、ただこれとこれですね、よっしょ、これは何かというと、簡単に言うと、クレジットカードだったりスイカだったりっていうのを、読み取らなくするための保護カバーなんですね。ちょっと分かりにくいと思うんですけど、まあ、これからそのキャッシュレスのがどんどん進んでいく中でこういうカードだったりっていうのがどんどん普及していくと思うんです。それを活用する人が増えると思うんです。でそしたら、そこのセキュリティの部分もやっぱり強化していかないといけないというふうに思ったんです。なのでこういうクレジットカードをこういうケースに入れるんです。このカバーに入れるんです。でこうするだけで本当に読み取れなくなります。どういうことかというと、例えばじゃあスイカをここにペッて入れますと、でこの状態でスイカのこうペッて改札とかでやろうと思ってもできないです。そうちゃんと読み取れなくなっているので、そう例えば海外に行った時なんか何があるかわからないじゃないですか、まあ、そういうリスクヘッジもしたいということで、そのカードはちゃんとこういう保護ケースでしっかり守ってます。ただこの箱にですね、もう10枚20枚ぐらい結構大量についていまして、そうこんな感じで大量についてたんですよ。でもう僕はもう使っちゃったので、まあ、あとはもういらないと余分なんですよね。そうなんでこういうのもこうあんまりこう作りすぎちゃうのはもったいないなっていうふうにも思いますけども、まあ、とりあえず今回こう2020年までに持ち越したいかどうかって言われた時にやっぱすごい迷うので、これはもったいないですけど、まあ、手放していきます。
で、あとこれはドライヤーなんですけども、これは僕が前の物件に住んでいた時に使っていたやつですね。この物件に引っ越してからは彼女が持ってきたものを2人で使っていました。なのでこれはもう全然使わなくなってしまいました。で、もうこっち引っ越してからずっと使っていないので、まあこれはもう2020年いいかなという感じで、これも手放していきます。あとはここは食器類ですね、こうしまっていたりするんですけども、この中でこう2人で、あ、もうこれはちょっと傷んじゃったねっていうものがあります。で、それがここにあるんですけども、このお箸です、このお箸は久留米蘭台漆器って呼ばれる北九州の久留米市の伝統工芸品らしいです。ちょっと間違ってたらすいません。そう、なのでこれは伝統工芸品らしいんです。で、僕これパッと見た時に、なんかまあ3コインズで買ったのかなって思ってたんですけども、これも彼女の家から持ってきたやつなんですけども、これも結構長く使ったそうです。なのでもう本人と話して、これどうするって聞いた時に、まあ、ここまで傷んじゃったらもう来年は新しいものを使おうねっていう感じだったんです。なのでこれは手放していきます。はい、あとは OK です。はい、以上ですね。はい、ということで今回はこれらのものを手放していきます。これ全部まだまだ使おうと思ったらいくらでも使うことができると思います。でもこういうなんかもったいないっていうことで取っておくと、本当気づいたら物がどんどん増えていってノイズが増えていって、その本来集中したいことに集中できなくなっちゃったりとか、思考が分散しちゃったりするので、あとストレスも溜まっちゃったりするので、まあ意識的に、そのもったいないですし、その捨てるのは心苦しいですけども、やっぱ意識的にどんどん手放していくっていうのが僕は大事だなと思っているんです。ということで、2020年は、すっきりした気持ちで迎えられると思いますので、あと残すところは大掃除ですね。はい、大掃除とあと来年に向けてのメントレをゴリゴリやっていこうと思います。で、あとは残りの時間は、まあ、ブログスタイルという感じでやっていきますので、興味がある方はまた引き続き、ご覧いただければ嬉しいです。はい、ということでいきましょう。はい、ということで、一通り終わりましたので、次は前回カバンをプレゼントします、彼女のカバンを断捨離プレゼントさせていただきますっていう動画撮ったんですけども、結構なんか僕たちの想像以上にたくさんいただいたんですよ。ありがとうございます。ということで、ですね、今からくじ引きを使って、あ、ちょっとゴミが映っちゃってますけども、はい、くじ引きをでちょっと決めさせていただきたいなと思います。ちなみに誰に行ったかっていうのは発想を持って返させていただきますので、そこはご了承ください。じゃあ選びましょう。はい。はい。よし。はい。じゃあこの方で行きたいと思います。はい、行きまーす。お願いします。これをお願いします。